い、皆さんこんにちは。今日は1月1日お正月発売のトミカが決定したのでチェックしていきます。それと後半では書店限定の幕末シリーズが完結したので、その後継シリーズだね、噂になっている部分もチェックしていきます。一つ目がトミカショップオリジナルのランボルギーニカウンタック LP400 だね。ボディカラーはレッドのソリッドかな。でトミカプレミアム RS みたいにドアの開閉はついてないね。その代わりエンジンフードの開閉がついてます。カウンタックなので人気モデルだね。で下の方を見ていくと、トイザラスからはこれだね、トヨタ86レーシングシリーズ2台セットっていうのが発売されます。このモデルは86とトランスポーターがセットになったタイプだね。だけどこれ以前、これ単品ずつで発売されたモデルじゃないかな。おそらく再販で2つをセットにしたパッケージになるのかな。でもなかなかかっこいいカラーリングだね。で次はこれだね、イオンオリジナルはイオンバスマゼンタカラー仕様っていうのが発売になります。なかなか奇抜なカラーだね。だけどこのカラーリングは実際にイオンのバスでこういうカラーリングがあるんだよね。で運転席のところまでマゼンタカラーなのかな。この辺実際買ってチェックしてみたいね。で次がこれだね、アピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカ、トヨタ 2000GT の日本国旗タイプ第6弾の歌舞伎だね。この日本国旗タイプっていうのは世界の国旗トミカシリーズの中でも人気モデルだね。でこのモデルはすでに予約の方がオンラインショップで12月4日に開始してるね。でその他はこれで以上かな。ここからは書店限定のトミカの新シリーズの方もチェックしていきます。でも SNS で噂になっている部分なので確定情報ではないので注意してください。で書店限定トミカのシリーズでは今まで武将トミカ、御前トミカ、幕末トミカときて、今回はどうやら関ヶ原がテーマになったっていう噂になってます。あくまでも噂の部分なので画像の方は出さないようにしておきます。で車種の方はこんな感じです。で2月は伊達政宗のホンダシビックタイプ R が噂になってます。1つ目から結構人気車種だね。で4月が石田三成のスバル BRZ、 6月は本田忠勝のスバル WRX だね。8月は上杉景勝の鈴木スイフト、10月は徳川家康の CHR だね。で最後完結が12月に前田慶次の三菱トライトンってなってます。どんなデザインで発売されるか楽しみだね。はい、今日は1月1日お正月発売トミカをチェックしていました。一番の注目車種はやっぱりこのトミカショップオリジナルのランボルギーニカウンタック LP400 なのかな。でちょっと見づらい位置のこの下のあたりにトミカショップってプリントがあるんだろうね。でトイザラスオリジナルのこのセットはもうすでにオンラインショップで予約が受付されてるね。イオンバスマゼンタカラー仕様は1月1日に発売と同時にオンラインショップでも発売されるね。で最後はアピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカだね。これもオンラインショップで予約受付開始されてるけど、価格の方が700円になってるね。以前の600円から値上がりしてるような感じになってます。イオンオリジナルの方も700円だから値上がりしてるね。でトミカショップオリジナルの方も定価が700円になってるので価格の方が改定されてます。はい、こんな感じで1月1日は4車種出るってことだね。フェラーリほどの人気の混乱ぶりにはならないかな。さすがに4店舗回るのは大変なので、いくつかはオンラインショップで予約しておこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。